は大ちゃんのことは高校生の頃から親友だと思っているんで、もうね、誕生日プレゼントの交換も何回したことかね、はい、ありがとうございます。まあ、でもそれ以上に本当に演奏家としてもちろん同級生なんですけど尊敬してやまないですし、一番信頼しているプレイヤーなので、大ちゃんとこの企画を今年もできることすごく嬉しく思います。私はこうちゃんはこうエネルギーに満ち溢れている陽の人なんですよね。だからこう一緒になんかこう演奏していてもそうだし、一緒にこう企画をやることに対して本当にこう私の1年間のこう軸になるというか、そういう感じなので、すごくこうパワーをもらっている人ですね。見ての通りそうそうたる人たちが集まってくれて、で、まあ、ここ同級生なんですよ。ここもほぼ同級生に近い同世代で、まあ、もう本当に 今の時代を支えるこの若手2人のバイオリニストの共演っていうのが一つの僕としては目玉で、まあ、その2人と一緒に何曲も共演できるのをすごく僕は楽しみにしています。私もこの皆さんと共演すること楽しみですし、また12月のこの少しこう肌寒くなってきた時にこういろんな曲をこう取り上げてこう感情豊かになってこう温かい気持ちになってポッポしながらこう帰ってもらえたら嬉しいなと思うので、この時期にできるってこともすごく楽しみだなと